お茶が入りましたよ。いやよく寝てるな。本当に申し訳ない。気にするな。しかし後を継ぐ方がいなくて困っておられるんでしょ。俺には無理でも、いつか誰かが。必要ない。道を極めた者がたどり着く場所はいつも同じだ。時代が変わろうとも必ず同じ場所に行き着く。には私が何か特別な人間のように見えているらしいが。何が楽しい、何が面白い。命を何だと思っているんだ。誰？知らない。どうして忘れる。無惨様の